さんこんばんは。はい、ジュリー夢子さんこんばんは。みえこんさんいらっしゃい、こんばんは。栗原恵子さんこんばんは。はい、のっぽのまつさんこんばんは。よろしくお願いします。大城さんいらっしゃい、こんばんは。平田まさみさん、あ、月明かりね、今日はね、見てないんだけど、こっちは曇ってるかな。こっちは曇ってます。はい、男性の中村さんいらっしゃい。はい。先に言われちゃったね。はい、リンゴを食べランスさんいらっしゃい、こんばんは。どこまで行ったかな。はい、堀江和さんいらっしゃい。はい、アンニュンハセヨおじいさん、はい、いらっしゃい、こんばんは。増田さん、いらっしゃい、こんばんは。この曲いいでしょ。レシュラー、グッドイブニング、ハウハブビン、ナイストゥカム。これね、松のロマンスという曲ですけどね、こういうのはもう本当にこういうのを弾くのが楽しくてしょうがないんだけど、まあぜひ皆様ね、こういうところぐらいまで、この辺りぐらい来てほしいんですけどね。面白いですよ、こういうのが弾けるようになると。お晩です。もう一つ今練習中のやつね、これも大好きなやつなんですけど、これもまだ手がけてから1ヶ月ぐらいですからね。みんな早いですね。今日こそは一番乗りだと思ったのに、皆さん早いですよ。はい、峠の亀さんいらっしゃい。
ちょっと練習してから。今日はね、でも今日は、課題曲がないので聴けませんでした。はい。あ、今終わったからね、あとで聴いてください。あんまりいい演奏じゃないけど。空と雲さんいらっしゃい。スノープ、Good evening, 青木先生。Nice to meet you. Nice to come. Enjoy my
My Class。Enjoy my guitar reception。さて始めましょうかね、ぼつぼつね。先生の演奏はすごく力抜けていって心地いいですね。僕は力が入ってしまいます。いや同じですよ、私もそうです。私もやっぱり力入ってしまうしね。まあね、演奏に関してなんだけども、もちろん私たちは完璧な演奏というかミスのないね、かっこいい演奏を目指したいわけなんだけど、なかなかそういかないでしょ。で、2つのことをね、もう私たち高齢者は許されるということで、2つのこと、これはね、まあ高齢者に限ったことではないんだけども、まずね、ミスを起こすということをもう恐れないということです。で、ミスそのものには問題ないんです。で、あとミスと、もう一つは止まるということね。これもプレッシャーなんですね。ミスを起こすということと止まっちゃいけないという、この2つは非常にこの演奏に関してのプレッシャーになるんですね。ですから、まあもちろんプロでお金をいただいてね、演奏する、これはちょっとまた条件が違ってくると思いますけど、私たちは止まってもいいし、また閉じっても構わないんです。私たちの実力の中で音楽を楽しみましょう。これは私の皆さんにお伝えしたい。音楽って自由ですから。よろしいですかね。あ、素直こう、こうなってますね。はい。柴犬さん、こんばんは。今日はね、パクリン先生の44ページと45ページなんですね。で、これは特殊奏法なんですね。で、ピッチカートと、それから、説明してくれたようなピッチカートのことですね。ピッチカートっていうのは、まあ、少し音をミュートするような、フォークギターとかではミュートとか言いますよね。で、あと、そのギターっていうのはこの硬い音を出したりね、弾く場所によって硬い音を出したり柔らかい音を出したり、そういう弾き方のことがあるんですけれど、こちらの方ですね、ポンティチェロっていうんですね、こちらの方ね。で、こちらの方をスルタストというんですけど、これはまあバイオリンから来た呼び方なんですね。こちらの方で弾くと硬い音になるし、こちらの方で弾くと柔らかい音になる、そういう音の使い分けをしましょうということと、あとはタンボーラのことですね。タンボーラというのは太鼓という意味です。これ漢字読めない、青木先生、あ、中国だから分かんないだわ。ニハオI cannot pronounce your name correctly because is that a Chinese right? まあいいでしょう。中国の方も来られました。韓国の方も来られました。ポーランドの方も来られました。少しね、もう少し私が流暢にね、英語が喋れれば、もう少しね、皆さん来ていただけるんですけど。If I could speak English well, more. It would be ideal to broadcast. So sorry, but I'm poor English speaker. はい、皆さん、そろそろお仲間で、それぞれのね、ご挨拶が来てますね。はい、中島さんいらっしゃい、こんばんは。昨日はどうも。もう少し練習してからにしましょうかね。あ、それから皆さん、ありがとうございました。たくさん聞いていただきまして、ウクライナのね、ウクライナの、月明かりの夜という曲をねアップロードしました。あの曲はまあ私の編曲なんですけど、
あの曲は皆さん演奏できますよ。そんなに難しくないので、ぜひチャレンジしてください。もう少しちょっと練習しましょう。何がいいかな、何がいいかなということで。これもいいんですよね。私ね、ちょっと最近練習してるんですけどね、あのね、ポンセのね、プレリュードナンバー6というやつなんですけど、これはあの松田先生が CD で録音されていらっしゃる。これはね、本当に見事です。あのそんなにこれも難しくない曲なんだけど、あの松田先生が使っているのはあのトーレスという楽器なんですよね。これは正真正銘本物のトーレスで、ちょっとね、まあすごく枯れた音がするんだけど、でも松田先生の演奏を聞くとね、このまあこれ胃腸腸の胃腸腸か胃腸腸ごめんなさい A のコードで始まるんですけどね、いい曲ですね。ちょっと演奏しましょう。どうですか。何とも言えない、本当に短い曲なんだけど、ポンセの前奏曲ナンバー6ってやつですけどね、これもだからさほどテクニックはいらないんだけど、その表情付けというか、まあセコビアタッチなんですけど、セコビアタッチの表情付けで演奏すると何とも言えないね、まあ、何とも言えないノスタルジーがあるんですね、これね。まああとはちょっと演奏は後に回しましょうか。さてじゃあまずね、基礎練習いきましょうかね、皆さんね。よろしいですか。またいつものように、なんかちょっと原始的な練習から始まりますよ。よろしいですか。あ、今太郎さんこんばんは。スマホ機種変更で設定中なのでアラームが鳴らず遅れました。いえいえ、ありがとうございます。来ていただいただけで十分ですよ。まあこれからね、レッスンに入ったいと思いますけど、毎回このなんていうかな、初歩的な、非常にまあどちらかというとなんていうんですかね、ちょっとこうメンタル的なトレーニングっていうんですかね、それを皆さんにお伝えしたいなと思ってますけどね。
弦を弾く時の、まずね、その緊張と緩和ですね、まあ、リラックスが起きて、リラックスがあって、それから緊張があって、またリラックスなんですけど、実はその良いリズム感というのはこれを持ってるんですよ。で、リズム感が悪い人っていうのはずっと緊張しっぱなしで演奏してる、これが多いんですね。で、まあ人差し指で一弦を弾きましょうか、アポエンドでね。で、前にも言ったあっちっち奏法ね、あっちっち奏法で、でこの時に弦の上に軽く触ります、軽く乗せます。この時に弦の感触を感じるんですね。で、この時は私はまだ弦を弾くというスタートにはなってないんです。まだここでもう弦を触れた状態ですぐに弾いてやろうとすると良くないんですね。ですから弦に軽くこう触れた状態から私がこれから一弦を弾きましょうという意思がここの頭の中に浮かんでですね、でこの意思がこうビリ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 とこの気の流れのように伝わっていって、そしてここの弦のところに来た時に初めてここで弾くということです。で、弾いた後もここでリラックスができてないといけないんです。これが一つの音を出す時の、なんていうんですかね、まあ所作というんでしょうか、それぞれのこう機能が起こってこちらの弦に弾いてるということなんですね。これは M でもそうです。よろしいですか。だから次の音に、一つの音を出して、そして次の音に移るときに必ずここでリラックスが行われてないといけないんですよ。必ずここでリラックスがあって、一度リセットが行われて、それからまた次の音。よろしいですか。おそらくこの中に、皆さんの中に、いや青木先生そんなこと言ってて曲なんか弾けるんですかという、必ずそう思ってる人がいるはずなんですね。でね、そうではないんです。やっぱりね、その一つ一つの音がこういうようなイメージでもって音を出さないといい音楽にはならないということなんですね。つまりね、例えば野球で言えば最初にウォーミングアップしますよね。キャッチボールから始まりますよね。これ多分ね、おそらくイチロー選手であろうと大谷選手であろうと超一流の選手だったら、まずはキャッチボールから始まると思うんですよね。だからこれでまず緊張とリラックスのこういうイメージを作るわけです。よろしいですか。必ずこう緊張、リラックスした状態があって、で弾く時っていうのはもう瞬間なんですっていう、ずっと時間が流れてて、ここというところで音を出すんですね。でそこで瞬間的に音が出た後でまたリラックスです。でまた緊張が始まって、まあ、緊張じゃなくてまた演奏しようというイメージが湧き上がってきて、でまた音を出すと、この連続です。そうでないといいリズムが生まれてこないんですね。いいリズムが生まれないといい音楽が流れていかないです。だからまあ全体にその手の形っていうんですか、これもね、私はね、この皆さんのこの両手ですね、右手と左手両方の手がですね、まあイメージはね、流線的なイメージでいいんですね。で例えば鳥の羽だと思って、鳥の羽のように弦を弾くんです。あるいは、軟体動物、まあ、魚でもいいです。
タコでもクラゲでもイカでもいいでしょう。こういう感じで柔らかく弦のところにこう触れて音を出すということなんですね。今私が言ってることが皆さん実際に弦を弾いてる時にそういうイメージで弾いてるかどうかなんですね。でこれで簡単な曲を弾けばいいです。例えば日本人だったらこれだけのことですけど、皆さん伝わりましたかね、今の私の今のように弾くとですね、この弦と指先との間にこうまるでこう糸のようにですね、音がこう糸のようにこう出てくるというか、そういうイメージで伝わればいいと思うんですけどね。どうでしょうかね。まあとにかくリラックスと緊張、リラックスと緊張ということですね。まあこれでまあもう少しリズム感のことはね、そうです、指揮者になったような感覚でいいんですよね。指揮者になったような感覚で。例えばね、皆さんね、開放弦で構わないですよ。開放弦でね、例えば、まあ、開放弦で弾いてるときは左手が空いてるでしょ。だから、1、2、3、4。こういうふうにね、左手で指揮をしながら、こういう開放弦だけでいいんですよ。左手で、自分の左手で指揮をするんですね。そういう練習をしてもいいと思いますね。あるいは逆でもいいですけど、こちらは難しいですからね。こちらの方向を取りながら、これは難しいですよ。あるいは叩いてもいいでしょう。そうするとこうやっぱり音楽的なものとつなげるのは本当に難しいです。
今のようなお遊びをしてみてください。いいですね。いつも開放弦だけの練習で申し訳ないんですけど、そういうことです。いずれはそのリズムに関してはですね、もう少し具体的な、僕はリズムに関する僕なりの持論があるので、それは皆さんにお伝えしたいなと思ってますけどね。リズム、もちろん音楽も全てそうですけど、このメンタル的なものと、メンタルとリズムというのはもう本当に密接な関連があるので、だからまあ以前にも言ったように、言ったようにですね、まず幸せじゃないといけない。幸せだということは、やっぱり健康で元気じゃないといけない。そして楽しくないといけない。こういうところから良いリズムが生まれてくるので、例えば歯を食いしばって頑張りましょうとかね、耐え忍ぶとか、あるいは非常にストレスを感じている状態の時というのは決していいリズムは生まれてないですね。これは私たちは日常生活でも同じことじゃないかなと思ってます。やっぱりまずはハッピーじゃないといけないと思いますけど、なかなかハッピーにはなれませんが、世界中のことを考えると。こんばんは、よろしくお願いいたします。音楽を奏でるイメージがよくわかりました。いずれまたリズムのことはお話ししたいと思います。はい、では今日はですね、パーコニング先生の本題に移りましょう。これですね、ちょっと待ってくださいね、これかな、ちょっと待ってください、ページがちょっと、今日はね44ページと45ページですね。で、まずここに書いてくれてるのはピチカートのことなんですね。英語で書いてくれてるのはですね、ちょっと読みますと、まあだからスペシャルエフェクトで、まあこれ特殊効果ということで、で最初まあハーモニクスのこともちょっと書いてますけど、There are numerous interesting techniques on the guitar used to create special timbres. この timbres っていうのはね、まあなんていうんですかね、まあ特殊な音色とかね、そういう意味なんですけど、まあ音音色なんですね。timbres っていうのは、まあ tone colors というんですけど。英語ではこのティンバーのことをよく使うことが多いですね。で、あと、ナチュラルハーモニクスはカバーで、アーリア&アーティフィシャルハーモニクス will follow this section。ナチュラルハーモニクスについては前校で説明しました。で、本校ではアーティフィシャルハーモニクスについても説明しますと書いてますが、これはまだ後で出てくると思います。アーティフィシャルハーモニクスですね。で、それからピッチカートのことですね。で、ピッチカートは皆さんご存知ですかね。ピッチカートというのはよく、まあだからバイオリンではよく使われる。で、バイオリンの場合のピッチカートというのはどういうことかというと、要するにこの弓を使わないで指で弾くのをバイオリンでピッチカートというんですけど、ギターの場合はここに書いてますけど、ミュートをするんですね。心技体と言いますが、心と体がどう頭が揃ってないといい演奏できませんね。そういうことですね。そういうことです。大げさですけど、音楽は私は全人格的行為だと思ってますので、その人の人柄とかそういうものが全て出てきますね。はい、ちょっと話元に戻ります。で、ピッチカートは具体的にここに書いてくれてます。それでここに写真も載せてくれてますよね。これですね。で、上から見た図とか下から見た図、横から見た図とかですね、そういうのをここに書いてくれてますけれど、まあ文章で読むとですね、ここにも非常にいろんなこと書いてくれてるんですけども、まあ
ピチカートというのはまあミュートのようなものであると。で右手の駒寄りにある親指の側面で音を出します。つまりちょっとこれ消しますね。こちらよりこちら側なんですね。こちら側で、でどういうふうに音を消すかというと、ちょうどこの手のこの辺りですね、この辺りを弦のところにちょうどこのコマのちょうどこのコマで、ごめんなさい、ブリッジですね、ブリッジのちょうど際のところですね、ここを軽く押さえないといけないんですよ。これ強く押さえすぎてしまうと音が出ませんから、軽くここを乗せるんですね。でまあ一般的に使われるのは親指です。親指でこういうふうにですね、一般的には親指のこの腹のところですね。で爪を使わないで一般的にはやりますけれど、セコビアはこれで爪も使えると言ってますね。だから私はまあ爪を使うこともあるんですけど、一般的にはこの爪を使わないで、特に一弦側が非常に難しいですね、これね。もうちょっとこうかな。でこれでですね、まあ一番簡単な曲を弾けばいいと思うんです。例えば、こっちもちょっと隠れてるかな。もうちょっと下かな。こういう風にですね、こうちょうどここの手のこの手のなんていうんですかね、ここの場所のことを、こうちょうど一番こう肉厚のとこありますよね。でここで軽く触って弾くということですね。まあ、セコビアの代表的なのでマハヤデゴヤというのは私も演奏してますけども、これが一番最初のところがピッチカートしますよね。でピッチカートというのは非常にまあなんていうんですかね、その曲の中でのいろんな表現の中で非常に有効な技術です。で将来的に皆さんが演奏してて、あここのところでこのここの辺りはミュートを使いたいなという、そのぐらいのところまでいければいいですね。ミュートもね、なぜここでミュートを使うのかという、やっぱりそれなりの理由があるんですね。あ、三枝さんこんばんは、こんばんは。なぜここでピッチカートを使うのかというですね、それなりの理由があるんですけど、はい、ランジシャプさんこんばんは。ぼつぼつ皆さん、いつもの顔ぶれの皆さんが集まってきました。まあこういうとこですかね。ここもずっと一応訳、僕なりに訳しました。ですね、あとは訳して説明するのは、あとですね、こうまあ一応これがまあピッチカートですね。あとはまあ特殊なピッチカートとして、例えば IM でピッチカートしたりもします。これは非常に特殊な場合ですけど、これは非常に難しいです。三枝さん、小指球っていうんですか、これ、ここのところ、小指球っていうのかな。
ピッチカートですね。あるいはね、まあこう、例えば僕の場合だったら、例えばですけど、こういう遊びをします。例えばですね、こういう感じですね。こうやって遊んでみたりとかですね。例えば、まあこれもちょっとやりすぎですけど、まあこういうようなことをね、やってみても面白いんじゃないかなと思いますけど。それからですね、あとはグリッサンドですね。で、グリッサンドのことも説明してくれてますね。あるいはポルタメント、ちょっと待ってください。これもあったかな。うん、グリッサンドと、あ、グリッサンドありますね。やっぱりこれ説明していますので、これも実際の事例でこうサンプル的なものはないんですけど、これも以前多分練習マークは多分なんかこう私に質問してきたような気がするんですけど、よくね間違えるのは、間違えるというか混同してしまうのは、このこう弾いた後そのままこれ弾かないでもう一回弾き直しをするかしないかですね。で、大抵弾き直しをする場合はその上がった後もう一回総小コンポをきます。こういうふうにですね、このままやるか、もしくはまあ、下がる場合もありますけど、小四球ね。ありがとうございました。勉強になりました。三枝さん、授業料払います。小四球ね、ここは小四球というらしいです。皆さん、要するにあれですよね、猫とか犬の肉球ですよね、ここのとこね。はい、これグリッサンドのことよろしいですかね。グリッサンドとか、あるいはポルタメントとも言います。この辺も割合こうなんていうか面倒くさいところです。上がった後弾くか、弾き直しをするか、あるいは弾かないか。例えば私の場合でしたら、アデリータがありますね。ここありますね。ここの時は弾き直しをしません。こうやらない。このままこれ弾いた後で、というふうに。まあこういうギターの歌わせ方に関しては、またそういう何て言うんですかね、課題曲みたいな、私なりにちょっと作ったもので、説明したいと思いますけどね。ギターをどうやって歌わせるかという、以前には、まあ、多分なんかそんなのやったような気がするんですけどね。まあいいでしょう。で、まあピッチカート、ピッチカットと、それからグリッサンドのことは今のような感じですね。LSC ハイプチューニーナー、ヘプツナー、I can't understand. ラティーナ。Is that a song's name?
That's the song's name, Latina。 なんかね、そうそう、曲の中でちょっと説明したような気がしますけどね。I remember that I've explained about Portamento, Grisan to Orange Bank. Well, let's continue. 嫌いですが、近所休みの最初にグリッサンド入れる方がいますね。そうですね、おじいさん。嫌いですか？ メディカル。OK。最初のところでしょ？これですね。これはね、まあ趣味からいくとどういうことかというか、これね、好き嫌いっていうのはもうこれだから自由ですから、音楽は。だから入れたい人は入れてもいいんだけど、大体ね、これを入れたい人っていうのは大体ポップス思考なんですよ。これを入れたい人っていうのはポップス思考の人が多いですね。アナトミー・メディカル。Ah, sure. Now I understand. I used to the simple music with Anatoly Melikar. Okay. だからこれを入れるかどうかっていうのは、だからポップス思考かどうかなんです。クラシックの人だったらこれは入れない方が好きだと思います。それから、最後のところも、禁じられた遊びの場合にね、一番最後にこのハーモニクス入れるでしょ。これもね、ある、ソプラノの、女性のソプラノ歌手の方に言われたことがあって、青木さん、これっていらないんじゃないですかっていうふうに。これもね、その通りなんですよ。だからクラシカルな、なんていうか、こう演奏を好む人っていうのは、これは邪魔なんですね。最初の方もそう。はい、狩野隆さん、こんばんは。ぼつぼつ皆さんが集まってきましたね。すいません、脱線しちゃいました。どこまで行ったのかな。そう、あとね、今のがページ44ページ、これから今度は45ページ移りますね。そう、ポップス思考なんです。クラシカルなものとポップス的なものというのは、僕の立ち位置からすると相入れないんじゃないかなという。そう言いながら僕は散々ポップス弾いてきましたし、フォークギターで歌も歌いますし、わかるんですけど、でも相入れないものが僕はあると思ってます。まあ、これなるほどというふうに、まあ、共感していただける人がいたら、まあ、嬉しいですけどね。クラシカルなものの思考とポップスなものとは違うんですね。でもただね、現代はそれが融合しつつあることも間違いないです。現代の社会において、特にクラシックギターのレパートリーっていうのは、このクラシカルなものとポップスなものが少しごちゃ混ぜになってると僕は思ってるんだけども、ただ僕は思う、やはりその奥を極めたいと思った時には、この辺りはやっぱり線引きがいるんですね。相入れないものが私はあると思ってます。あ、共感していただけますか。ありがとうございます。相入れないものがあるんですよ。だから、まあ、例えば一番わかりやすいので言うとね、キース・ジャレットっていうジャズピアニストがいるんですけど、天才の、即興の演奏の大家ですけど、キース・ジャレットがモーツァルトのピアノソナタを弾いてるんですけど、
やっぱり違和感を覚えますね。違和感を覚える。で、逆に例えばですね、ジョン・ウィリアムスがいますよね。で、ジョン・ウィリアムスが、ギタリストのジョン・ウィリアムスですよ。が、やっぱりポップスを弾いてるんだけど、なんとなく違和感があるんですよ。やっぱりリズム感、リズムのノリが、うん、やっぱりジョンはやっぱりクラシカルな立ち位置のギタリストだと僕は思ってて、なんとなく違和感があるんですね。銀河ギウムさんいらっしゃい、こんばんは。途中からですか。はい、こんばんは。これはね、だからビート感が違うんですよ。はっきり言うとビート感が違うんです。クラシカルなビート感とそれからポップス的なビート感は違うんですね。まあこれは僕の持論なんだけど、だから両方、もちろんね、それを両方使い分ければいいですよ。両方使い分けれてそういうビート感を出せればいいけど、これは無理なんじゃないかなっていうか、そのやっぱり音楽的気質というか根本的なものが違うので、それはやっぱり相入れないものがあるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。ごめんなさい。それで今日は45ページやといきますね。ページ45ページで、ここに45ページに書いてくれてるのはこのスルポンティチェロっていうんですけどね、硬い音する、硬い音を表現したい、硬い音で弾きたいときにスルポンティチェロという言い方をするんですけど、でそれ逆に柔らかい音がスルタストというふうにね、ドルチェとかスルタストとか言うんですけど、ここに書いてくれてます。でこれはギターのこの非常に特性ですので、柔らかい音と硬い音ですね。例えば、まあ、もう一つ付け加えて、まあ、普通の通常のこれが通常の音だとしたら、これをポンティチェロで弾くと、これはポンティチェロです。で今度はこの辺りですね、こういう感じですね。前に弾いていただいたショールスですが、ジョン・ウィリアムスよりもジュリアン・ブリムの方がしっくりきます。僕はジョン・ウィリアムスのあんまり聞いたことがないですね。ジョン・ウィリアムスも弾いてたんですけどね、ショールスはね。ジュリアンはね、ジュリアン・ブリムはもともとジャズですから、あの人は。だからノリ的なものがね、やっぱりそういう要素を持ってるんですね。ブリムはだからリズム系はいいと思いますけど、まあちょっとギタリストの話はやめておきましょうかね、もうね。今のように弾くと面白いでしょ、皆さん。簡単な曲でも、例えばおまけにこれに例えばさっきのピッチカートを使って、これで今4人の人が登場したんですよ。だからギターでこうやって簡単な曲でも遊ぶことができるので、どうぞ皆さんね、こういうのトライして、まさにこれがその
ギターを弾く楽しさというのがここに出てくると思うんですね。ここを原点にすればどんな簡単な曲を弾いても楽しいということになってきますから、いいですか皆さん、楽しいということが原点ですよ。それで今度はもう一つタンボーラというのがありますね。でタンボーラというのはこうなかなか説明 しにくいんですけども、こういうふうにですね、この腕をこういうふうに、この手首を中心にこういうふうに回転させるんですね。まずこの回転でもって叩くんですね。例えばまあボディを叩いても構わないです。こういうふうにまずね、こういうふうにこれで音が出るかどうかで、当たる部分っていうのはちょうどこの親指のこの第一関節のこの辺りですね。この辺りです。でちょうどやっぱり弦の先ほど説明したピチカートと大体同じような場所あたりを軽く叩くんです。あまり強く叩かないように。でこのタンボーラですね、これはこのことをタンボーラと言うんですけど、タンボーラのがうまくいってない人っていうのはですね、この太鼓を叩くという感じがうまくできてないんです。で叩いた後そのままずっと乗せっぱなしにしてて、これ音出ませんよね。割とねタンボーラがこうやって間違ってこうやってる人が結構いるんですよ。そうじゃなくて叩いたらすぐにパンとこう太鼓を叩くように離してやらないといけない。であとはですね、まあ例えば僕のレパートリーでグランホタというのがあるんですけど、こういうのがあるんですけど、これはまあ爪のこのちょっとね、爪のこの角のところ、ここも少し当てて少しメロディーを強調してやるという、そういうこともやりますね。これは上級者の方はちょっと試みてください。例えば一弦にメロディーが来た場合ですね、これはタンボーラですね。まああとはまあギターの場合はこのボディそのものがもう太鼓の役目をしてますので、どこを叩いても打楽器にはなるということですよね。例えばこういう音も出ますし、どこを叩いても太鼓にはなるということです。これもね、まあだからおもちゃみたいなもんですよ。おもちゃのようなものです。どこを叩いても構わない。で例えばアコギ系の人たちはここでこういう叩くでしょ。ここの方ところを叩いて音もそれも一つのリズムにして扱ってるっていうのもありますからね。まあギターだからこういうことは、まあ、いろんな遊びができるということでしょうけど、ただそのミイラ取りがミイラになっちゃダメなので、こういう技術というのは必ずその音楽に奉仕されなければいけないですね。これ自体でただもう遊んでるというだけでは良くないと私は思っているので、音楽の中でやっぱり有効的に使われないといけないと思っています。まあこういった練習曲があればいいんですけどね、いずれまた多分出てくるんじゃないかな。この後のページでですね、この後のページで、まあ、次回の予告もしておきますが、まあずっとゴルペ、ここの辺りも打楽器的なことを扱われて、で最後にこの桜を持ってきてるんですね。まあ、桜でそういったようなことが使える。ここはでもまだここにはタンボーラーはないですから、あ、タンボーラーあるのか。
それとラスギアドもありますね。だから僕は考えつくようなこととやっぱり同じようなことをパークリン先生も考えついてますので、確かにこういうような練習曲、実際に応用された練習曲でそういったテクニックを使ってみるということがいいことだと思いますね。クラシックではないんですが、押尾学さんがそうですね。そうですね。そういうことですね。五六弦を束ねて弾くのも教えてください。あれね。これでしょ。これはね、あれです。今束ねました。これ小太鼓なんですね。ごめんなさい。ちょっと音程こってみます。これはですね、左手でこういうふうにね持ってきて、6弦をこう引っ張ってきて5弦の上に持っていって重ねるんですね。これ演奏中にこれをやらないとダメなので大変ですけど、こういうのがあるんですけど、ちょっと狂ってました、ごめんなさい。ラインシャープさん、これはね、もうちょっと別の機会に、小太鼓の方ですよね。これも非常に特殊な弾き方で、どちらかというと、なんていうんですかね、気をてらったような感じの演奏になりますから、僕はもう最近あんまりやってないんですけど、グランホタル弾くときだけチラッとねこれを入れたりもしますけど、面白いですよね。どういたしまして。そんな感じでしょうかね、今日はね。押尾幸太郎さんでしょ。そう、押尾幸太郎さん、大変な間違いでした。押尾学そうか、押尾学は俳優ですよね。我々はあんまりわからないですから、私もあんまりわからないし、別世界です。押尾幸太郎さんの人も本当にセンスがあってうまいなと思いますけどね。でも別世界です。クラシックギターの人たちは、あちらの方に行ってほしくないです。あちらの方に行ってほしくないです。もうちょっとガチなクラシックの方に来てほしいですね。ぼつぼつ終わりにしたいと思いますけど、ハロー、 It's almost ending today's class. Nice to come.Thank you.
あ、農具さんいらっしゃい。そう、もうちょっとで終わりですよ。ちょっと狂ってますね、調弦が。与藤咲さんね、はい、おやすみなさい。まだもうちょっとやるけどね。ちょっとだけ演奏して終わりたいと思います。いろいろな弾き方があって、見ているだけで楽しい。いろんな弾き方があるでしょ。だから今はね、コンピューターがあるので、シンセサイザーがあるので、いろんな音が出せる楽器ってのありますけど、だけどまあ言うなれば昔のね、今から100年200年前の、なんていうか、シンセサイザーのようなもんですよ。おもちゃのようなものです。Saludos from Chile. Muy bien, muy bienvenido. Saludo por Japón. Air Roll というドラマの中で聴いていた曲に似ている、同じかな、大好きな曲です。今の曲ね、今のラグレマという曲です。Entonces, ¿qué hora es en Chile? ¿Qué hora es? Será por la mañana. あとは何を演奏しましょうか。De nada.10 y 40 por la mañana. Lágrima. Dareka kaite agete. Thank you.
エレクトーンでクラシックギターの演奏を聞いたことがありません。天才の826アスカさんでも知らないんだけど、826アスカさんという人がいるんですか。あのね、そうなんだよ。あのね、あのいろんな音出せるでしょ。バイオリンの音も出せるし、クラリネットの音もピアノの音もいろんな音が出せるんだけど、ギターの音だけはね、まだまだなんていうかな、あのコンピューターでね出せれないっていうのは、やっぱりギターの音はいかにやっぱりあの奥が深いかということだと僕は思うんですよね。一番簡単なのはピアノ、一番簡単なのはピアノです。ピアノの音はすぐに出せるけど、ギターの音は出せれないですね、なかなか。特にクラシックギターの音はね。そんなことはないです、おじいさん。Thank you.
ディアか、ディアハンターね。うん。はい、ありがとうございます。大丈夫ですよね。練習すればできますよ。必ず。僕はできるんだからできます、皆さん。ディアハンターはね、ディアハンターは、僕弾いてるんですよ。YouTube で。アップロードしてるんだけども、ディアハンターは先ほど言った、ポップス思考かクラシック思考かのところで僕線引きしてて、ディアハンターはやっぱりクラシックではないんですよね。まあこういうこと言うと元も子もないんだけど。Try pure white by No, I can't now. I can't play it now. ちょっと待ってくださいよ。ディアハンターはね、あるんだけど。もう最近全然弾いてないんだけど、ディアハンターは。あるかな。ちょっと今探してますけどね。ディアハンター、ディアハンター。どっかにしまい込んでちょっとわからないね、ディアハンターね。ちょっと弾いてあげようかと思ったけど。カバティーナね、これね。どうだっけ？忘れたな。いかに弾いてないからね、ディアハンターはね。ちょっと検索で、ちょっとパソコンの中でちょっと調べてみようか。本当にディアハンターはあんまり弾いてない。カバティーナか。題名がカバティーナで調べた方がいいのかな。あ、これだわ。あった。カバティーナ、今あった。
どうかな、あれ。ちょっと一段すっ飛ばしたね、ごめんなさい。一箇所多分一段すっ飛ばしてる。はい、皆さんありがとうございました。ぼつぼつ終わりにしようと思いますが、何かあと質問ないですか？カバティーナ、しびれます。カバティーナ好きな人が多いね。どういたしまして。いえいえ、これはあんまりいい演奏じゃなかったでしょ、今僕演奏したのはノクターンでもグリッサンド応用できますか。ただいま特訓中。中島さんね、ここね、こういうところね。今ね、中島さんがこの今ノクターンでね練習してるんで、今ちょっとそれ説明してあげたんですよ。今夜も貴重なレッスンありがとうございました。高須さんありがとうございました。三重君、弾きたい曲が増えてきました。一緒に楽しみましょう、ギターを。はい、平田雅美さんありがとうございました。サイブサさん、PC の具合が悪くて再生画像とチャットが擦れていたみたいです。なるほど。トンチンカンでした。
トンチンカンじゃないですよ。どういたしまして、中島さん頑張りましょう。まずは楽しくね、楽しく演奏できればいいです。ラインシャープさんありがとうございました。ジュリー由美子さんありがとうございました。皆さん終わりです。皆さん終わりでございます。今日もありがとうございました。また、まあ、元気ならば。Thank you, guys. Thank you. See you next time. ありがとうございました。おやすみなさい。練習マーク、Good evening. Have a nice day. のぶこさん、ありがとうございました。おじいさん、ありがとうございました。おじいさん、ありがとうございました。最初から長いことお付き合い。皆さん、長い間お付き合い。1時間以上ね。ありがとうございました、皆さん。柴犬さん、あきらさん、のっぽのますさん、はい、空とくもさん、ありがとうございました。としのさん、ありがとうございました。みえこんさん、ありがとうございました。頑張って、ギター楽しんでください。はい、アーカイブで。今日一番最初、結構ね、重要なこと喋ってますので。皆さんがぜひ、ギターを楽しめれるようにね。簡単な曲でも楽しいですから、簡単な曲でもね。そう言いながら僕は難しい曲を弾いてるんだけども、簡単な曲で楽しみましょう。皆さん、いいタッチでね、いい音で弾けば簡単な曲でも楽しいですから。はい、おやすみなさい。終わりにします。ありがとうございました。終わりにします。